西フラマン語、西フラマン語、西フラマン語、ウエストフラムズは、ベルギーのウエストイコールフランデレン州の広い地域と、オランダのゼーラントフランデレン、1963年に、西、フランデレンから分離した、ベルギーの農州、コミーヌバルヌートンの一部で話されている、地域語。オーストイコールフランデレン州の西部、例えばメーチエスラントヤズユルテ、 マルデヘム付近でも似た方言が話されている。明らかに西フラマン語であっても、ゼーランとフランデレンの西部で話されている地域語はゼーラント語とみなされる。フランス領フランドルで話されているフランスフラマン語は消滅の恐れがあるものの、今も数千の話者がいる。西フラマン語とは、講義にはオランダ南西部で話されている方言群も指す。従って、これは、 フランスフラマン語も含めた西フラマン語とゼーランと語に対する一般的な名称である。中世にはアルトアとの交易が盛んだったため、西フラマン語はフランス語、ピカール方言の影響を強く受けている。アラスは中世初期にフランドルの一部になり、中世末期にはオランダに加えられた。西フラマン方言、特に重要な商業都市であるブルッヘの方言は、 初期中世オランダ語の標準化に寄与している。西フラマン語のウェゲバーグドとワグシャールという語形からウェガビゴドとウィーグシャールという形が現れ、これらは現在標準オランダ語に取り入れられている。西フラマン語は中世オランダ語の特徴を最もよく残しているオランダ語の方言である。西フラマン語はおおむね定置、フランク語的だが、北海ゲルマン語的な特徴も多分に持つ。 このことにより、以前はフリジア語か低作戦語の基礎言語があったのではないかという推測がなされた。そうするとなぜ西フラマン語と東フラマン語の対立があるのかという疑問に答えるのは容易ではなく、その地理的、政治的な理由は見当たらない。西フラマン語が低フランク語と別言語であるとみなす十分な理由があるとして、その可能性を指摘する者もいる。しかしこれは、 東フラマン語との間に方言連続体があるために否定される。さらに、ブラバント方言と共に標準語の基礎になっている。ホラント方言は、テイフランク語ではない。西フラマン語が中世末期以降ホラント方言や、ブラバント方言とは異なる展開を遂げたため、音が一致していない点から別な言語だと見なすものもいる。この考え方は、特に19世紀後半に、 西フラマン語純粋主義者の運動を通じて支持された。運動の支持者らは、半分ユダヤ的で、半分異教徒的なコーチホラント語の導入に、反対した。ベルギーでのオランダ語の標準語化に抵抗し、父なるフラマン語つまり西フラマン語保持のために闘争を、行った。方言学者のレオナート・ローデウェイク・ダボーや、詩人のヒュイド・ヘゼを中心としたカトリック教会は、 標準オランダ語を通したプロテスタントの流入を恐れた。標準オランダ語の教育が進められ、特に二十世紀末になると一般に方言は厳しい状況を迎えている。しかし、農村としての性格が強く、遠隔地で話されていることから、西フラマン語は他の方言と違って恵まれた立場にある。フランドルでは最も重要な方言であり、 若者を含めた幅広い層に話されている。実質的にあらゆる会話は西フラマン語で行われる。1993年にベルリン自由大学のドイツオランダ文献学研究所が行った学生の方言知識に関する調査によると、アントウェルペンで62%、リンブルクでは40%にとどまったのに対し、西フラマン人学生の88%が今も 方言を話していることが分かった。四世紀と五世紀と考えられる、ゲルマン人の民族移動の結果、フランデレンにたどり着いた、サクソン人、ザクセン人の方言の痕跡が、今も西フラマン語には多くある。この沿岸ゲルマン的、北海ゲルマン的な特徴は、ゼーラント語やホラント語など他のオランダ語方言だけで、なく、低ザクセン語、フリジア語、英語にも反映されている。 西フランデレンの西部に行くほどその特徴がよく見られる。西フラマン語が受けた北海ヘルマン語的影響は、例えばピット、穴、リック、後ろ、ジンネ、薄い、より古いブリカ、橋などの語で現れている。オランダ語ではそれぞれプット、ラグ、ズン、ブルーム。短い U は I になっており、これは英語にも当てはまる。ピット、リッチ、シン、ブリッジ、ベック、イン。 タスケン、オランダ語のツッセンの間ににあるような短い開いた E、I、U という音はホラント語など沿岸部の他の古い方言に見られる。これは近隣のブラバント方言とは対照的であるビク、イエン、ツッセ。標準オランダ語は両者の中間を行っており、現代ホラント語もこれに加わる。沿岸ゲルマン語的なもう一つの現象は、 後藤の知の消失である。これは、ブラバント語でも起きており、西フラマン語にまさに当てはまる。例えば、エルパン、助ける、オレン、持ってくる、アード、硬いという、オランダ語では、ヘルパン、ヘイラン、ハード。英語の処方こととの類似はさらに遡るが、標準オランダ語だけでなく、標準英語でも、この知は保たれている。非常に西フラマン語らしい特徴が、 G が H に変化する、陰頭音下であり、陰頭を狭めて G を発するというものである。これら二つの組み合わせで、西フラマン語では、イード、ボーシットフォード、ヨイが共存している。オランダ語では、フォードとゴート。このような特徴は、タセントル、ベルギー領、フラマン地方で話されいる、オランダ語を話す、西フラマン人にも共有されている。動詞や、 形容詞的名詞のように語尾縁の曖昧な E を発音しないのは英語や定作選書方向とでも見られる。ブラバント人やホラント人が E を発音して N は発音しないような音連続で、ズトン、バカナ、ランゾテン、ハートン、キク、バストン、ムネ、ランボーストンのように西フラマン語では語根に直接 N が付加される。この曖昧な E の前のシーンが 陰頭音の衝突により飲み込まれることがある。口述。ハートンやバストン、さらにバス、森、ランウィーオーエス、マッスルズ、紫外、ランマセレン、ベル、い杯の、ランボリューム、ズンネ、太陽、ランゾンなどはこの地域に典型的なもう一つの音特徴を表している。王が優に変化する、自然発生的な高校外音化である。 明確な理由がなく超音点を高校外にずらす。よって、自然発生的。ブッシュ、マッスルズ、フル、サンのように、英語に対応するものを見出せる。ただし発音は変化している。この変化が、西フラマン語、および他の沿岸部方言で起きた後、初期のオランダ語で、短いようが超音化した。例えばゾーン、息子、英語では、サン、ボター、バター、ボーゲル。 鳥など。一方、西フラマン語では高校外音化した U が EU と、超音化し、ゼウネ、ビューター、ビアゲルという形が生じた。沿岸部の西フラマン語では、これらの語の EU が再び単音化し、U となった。ビューターに対し、バター、シュテルに対しシュトル、ランスコテル、サラ、キュートルに対しカトルなど参照。北海沿岸地域の多くの方言が共通して持つ。 もう一つの音的特徴は、A を O に変化させた語があることである。ずっと、柔らかい、ランザックット、オブ、終わっている、ラン AF、ブロックト、持ってきた、ランブラクトなど、英語のソフト、オフ、ブロウドを参照。もう一つ、沿岸ゲルマン語に特徴的なのは、小西ゲルマン語の二重母音 U が、家に変化したことである。同じものが、内陸の処方ことでは、 うーとなっており、後に再び二十母音化し UI となった。よって、英語のチキン、ファイヤー、スティアのように西フラマン語では、キエケン、ビア、スティレンという形があり、それに対し、ブラバント方言では、クイケン、ベア、スターとなっている。つまり、R の前では、語中のウーが UI には変化せずに保たれている。複数形の作り方に関しては、西フラマン語では、 そしてフランスフラマン語の古風な言い回しでは大抵の場合に円で複数型を表す他の方言や標準オランダ語よりも S を使うことがはるかに一般的である英語ではこの方法がずっと広く用いられるようになっておりそのためから円による複数型は非常に珍しくなっている数少ない例として奥線がある西フラマン語では今も英語と違って 多くの複数型は円で終わる。S の複数型は、標準オランダ語や他セントルでも、勢力を獲得しているが、特に西フラーマン語ではよく見られるものになっている。トリングス、列車、複数形、イカ同様、ガンズ、ウサギ、ブロルズ、メガネ、クリアーズ、服、キンダース、子供などが例。円ガンゲルマン語の語彙としては、一方で、ザクセン語の遺産として、 名脈を保っている語があり、もう一方では主に、イングランドとの交易でもたらされ西フラマン語に、たどり着いた、借用語がある。イギリス起源の借用語の例は、現代アメリカからもたらされたワードフロは別にすると、リフチエラフチエ、クズドモ、または、コチウオック、英語のリフラフより、ムワーズ、どこにもない、南部では、ニバース、英語のノーウェアより、アギン、再び、英語のアゲインよりがある。 同様の歴史を共有している語に、ウィード、海藻、英語のウィードより、シュシュリパン、またはシュチャートン、各、英語のスクラッチを参照、バターアッツ字して、超、同じくバタフライ、コップ、雲、同じくコップウェブ、アパーン、起きる、固形のハペネンより、英語のハップン参照、ブリーン、持ってくる、英語のブリング、いいレチャ、少し、やや古い言い方、英語のエイリトルより、 フリジア語では、ライズジェイなどがある。これらの語は、フランス国境近くのウェストフークや、フランスフラマン語で、特によく見られる。西フラマン語は、東フラマン語と違いかなり近質的な方言だが、それでも四つの大きな変種を認めることができる。北部と西部、そして南東部の間で大きな違いを見出せる。沿岸西フラマン語は、沿岸地方と、 フランス国境付近のウェストフークで話される、ブルネ、イーペール、ポペリンゲ一体西フラマン語はオランダ語と同様に、低フランコニア語に起源を持つが、この地域では多分に、サクソン語的な特徴を含んでいる。沿岸西フラマン語の他に、内陸西フラマン語が区別され、こちらは、サクソン的要素が、より少なく東フラマン語的な特徴が、より多い。 例えば、沿岸西フラマン語では、オランダ語ならば、RT、D、S の前にある、短い E が短い A になることがあり、南東部では GS、草、ラングラ、VS、新鮮な、ランベル、ディスチェン、脱穀、ランドーソンというのに対し、西部と沿岸部では、ガス、バス、ダスケンという、ランケルクの市場では、ベイスクビス、新鮮な魚、 ランバースビスという声が聞かれるが、これは沿岸部西フラマン語ならバスシュビス、内陸西フラマン語ならベスシュビスとなるであろう。沿岸西フラマン語でもう一つ特徴的なのは動詞の活用で複数型を一人称単数に使うことである。イクジン、イクワーキン、イクペーゼン、いずれも動詞が複数の形は南東部ではイクベン、イクワーカ、イクペーゼと 単数型になる。東フラマン語との類似が認められる。モエデやロエデのような中世オランダ語の二音節語のマイナスでが完全になくなっているのも内陸西フラマン語の特徴であり、標準オランダ語でも同じことが起きた。沿岸部西フラマン語では常にモイ、ロ威イといい、子や小威のように末尾に出がなかった子でさえもこの傾向に従っている。同時に、 西フラマン語で特筆すべきは、指小型の多様さである。内陸西フラマン語では毛を付加するが、沿岸西フラマン語ではタイが用いられる。よって、グレイジックという形は、北部や西部で聞かれず、沿岸部東部では古くは、グレイゼチャといい、この形はブルッヘでもなくなっておらず、グレイジュトジアという。沿岸西フラマン語でもトアハウト付近のハウトラントでは、グレイズッチ。 ウエストフークではグレイジッチである。中西部、フランドル、特にルーセラーセでは、クローチェギー、フゼギエのように指称ジニエが使われる。しかし、これらの内エイヘやエゲの形は、ブラワント方言影響下の東部、南部から来るケや、標準語に影響された北部や、西部のタイ、同化してシェイヤジュになることも、の拡大によりかなり後退している。さらに沿岸西フラマンゴには、 南東部の西フラマン語とは違って、沿岸西ゲルマン語的な特徴が多くある。沿岸西フラマン語には、ウェストフークの言葉である、西部西フラマン語と、ダポルダーやハウトラント、エーザーガーの東、ブルフヘまで近隣の言葉である、北部西フラマン語がある。西部西フラマン語は特定の種類の西フラマン語を指すこともあるが、フランス領フランドルでも話されている。 現在のような違いは、フランス領フランドルが、他の西フランドルから数世紀にわた、独立していた、ことから説明できる。従って、フランスフラマン語は、後年西フラマン語で起きた変化とは関わりを持たず、内的な変化を、国境の向こうにもたらすこともなかった。しかしフランスフラマン語自体は、西部西フラマン語である。西部では、例えば、英雄と大雄は、 今も常に区別するが、標準語や他の多くの方言ではそうではない。よって、ブラウ、グラウ、クラウは聞かれるが、これは、西フランドルの他の地域ではしばしばブロウ、グロウ、クラウである。また、完了分子、過去分子の G がないこともウェストフークの特徴であり、エダーン、エジエン、イジートとなる、ランゲダーン、ゲジエン、ゲザグッド。これは、英語のドネ、シーン。 サイエードを思い起こさせる。この地方の他の地域では G を発音するが、H のような発音となる。語によっては愛知や、U、I 値や UI の後の D が今も残っている。ブライド、嬉しい、ランブレイや、ルダース、オムズ、複数形、ランルユスという言葉が使われる S の複数型は北部よりも西部の方が発的。かつてでで終わっていた語は、現代オランダ語では、 広長母音の A となったが、しばしば二重母音化し、A となっている。特に西部では、名、一緒に、ラン名や、ステ、町、ランスティード、都市、ストット、町という。もう一つ、特徴的なのは、認証代名詞と所有格の一認証複数、ユス、我々を、ラン、アンズの代わりに、ヌズを使うことである。西フラマン語と、標準オランダ語の違いは、ある面で、 アフリカーンス語とオランダ語の違いより大きいが、アフリカーンス語が独立した言語とみなされるのに対し、西フラマン語はそうではない。アフリカーンス語がこのように認識される大きな理由は、一つには地理的に遠いこと、もう一つには文法的な違いにある。この点西フラマン語は標準オランダ語と一致する部分がかなり多い。他方、政治的な理由も非常に重要である。 1920年代のアフリカンス語話者のナショナリズム。フリジア語は西フラマン語と違いほとんど北海ゲルマン語的な特徴のみを示しており、独立した言語とみなされる。オランダでは西フラマン語と姉妹関係にあるゼーラント語をリンブルク語や定作戦語のようにヨーロッパ地方言語、少数言語検証の枠組みの中で認知させようという試みがなされている。 オランダ、ベルギー、スリナムからなるオランダ語連合の否定的な見解について同憲章は対応を行わなかった。西フラマン語はベルギーで公的な認知を受けていない。ベルギーは自国が現在抱える複雑な言語事情をより複雑にしないため同憲章を採択しなかった。フランスではある程度の認知が得られ政府が作成した。 フランスの地域言語のリストに載せられた。フランスは、同検証に署名するのではなくリストを作り、検証を部分的に取り出しリスト上の言語に適用した。しかし、西フラマン語話者が次第に減少している以上は、実際このような反抗式的な認知の仕方は、それほどの重要性を持たない。西フラマン語は、標準オランダ語とも他の多くのフラマン語方言とも、異なる。 様々な特徴を持っている。フランデレン全域で程度の差はあれ、民衆の言語にフランス語の語彙が取り込まれており、西フラマン語では特にその影響が大きい。以下の例は、西フラマン語、フランス語、オランダ語の順。文法の面では、西フラマン語はしばしば使われる二重の主語が興味深い。オランダ語の不定漢詞は、名詞の性に関係なく、永遠のみだが、 西フラマン語では不定冠詞が男性、女性、中性を区別する場合がある。さらに、名詞、特に女性名詞は E で終わるものが多い。デボアネ、ドー、ランデバーンが例。西フラマン語では、オランダ語と同じように否定の副詞、ニートを使う。しかし、フランス語のように動詞の前に置く、否定の語がある。ヤン・エン・エー、ネ・エベイル・ゲルトが例。ガレ 興味深いのは、返答に使われる、関東詞や、はい、ねえ、いいえ、とと、はい、否定の疑問文に対してが、問いに答えるときに活用することである。覚悟の後ろには関係するものの認証に応じた、代名詞接字が付される。以下は、はい、いいえの順。オランダ語のアイッチという愛に相当する音が、西フラマン語で、いえ、うーとタンボインになっているのも、特徴的である。 この田んぼインは中世オランダ語から保たれている。さらに、中世オランダ語の文献内かなりのものが、現在の西フランデレン地方について書かれている。例外は、国境付近で、ワレヘムなど、ここでは二重ボインがある程度ではあるが出現する。従って、西フランデレンでは、ブイテンブリテンドコド、外は刺すように寒いではなく、ビュートンバイネインドコドとなる。また、田んぼイン。 e, i, u も標準語とは発音が異なっている。例えば曖昧な愛は、のようになる。h は大抵の場合発音されず、g が h のように、時には、ラッチの ch のように発音される。またある特徴はフランス語の発音に似ている。t, d, s の前で、ou ではなく、o へ、e、と発音される。オランダ語が t, d, s の前で、 ゲルマン語のマイナスオールを引く OU に変化させた語で、英語のコールドに対しオランダ語、コド、西フラマン語では、短い OA に変化している。よってオランダ語の T is c o d イ in MNO で交線。私の古い靴下では寒いテ T is コエジに MNO で越え線となる。もう一つの特徴は、語によっては、O が U に、O が EU、またはウムラウトに移行していることである。アップと、アップ。 について、またしばしば、ip、オークティンドと、ナッチテンド、朝、ボターと、ビューター、バター、ウォナンとウォーナン、スムなどが例。フランデレンのほとんどの方言と同じように、メット、ダット、ニートのようなこの末尾の t は発音されない。アイジオとは、長いアイチの場合には、イエと発音される。短い A は、多くの場合 A のままである。キーン、ミル、 ランケイコン、イエ、カレ、ランハイ、ディーン、セン、ランラインガレー。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。